はい、こんにちは、宮下です。この前からやっている1万球5日間で1万球打つぞという企画ですけれども、今回第2弾です。前回のように全部打つわけではないので、そちらはご安心ください。私の課題はそもそも52度で、のアプローチが非常に下手だったので、30ヤード、60ヤード、90ヤードと打っていく、あと8番アイアンでもうちょっとスイングのリズムをきれいにしていこうっていうのと、自分のちょっとスイングの形を変えたいところがあったので、そこを自分なりに直していこうと思っています。で、皆さんのコメントをいただきながらやっていこうと思ってるんですけれども、この前の動画でいただいた、自分でやろうと思った課題はアドレスがちょっと変だと。で、52度の時がもう近い、手がもう中に入っているっていうのと、あとフェースが寝ていると、もうちょっと立ててもいいんじゃないのかってあったら、それは確かになるほどなと思ったので、それに気をつけてやっていこうと思います。あとは、足でボールを動かしてるっていうご指摘があったんですけども、できるならクラブの感覚を作りたいので、体でクラブを動かして、クラブでボールを動かせるようにはなりたいので、なるべくクラブでボールは触ろうということで、僕も足はやめてクラブでボールを動かしていこうというふうに考えております。今日は4時間くらいしかないので、1000球から1200球くらいいければいいかなと思います。ではやっていきます。最初にこの前忘れていった52度で90ヤード、これやってなかったので、こっちから100球やっていこうと思います。スカイトラックを忘れたので、今日は球数だけ打って後で距離感合わせていきます。すいません。100球打ちました。はい、次8番に行きます。あの緑色の島、左のところ。いた。取って前の。
ました。初めて2時間くらいかな。ちょうど行きました。じゃああと2時間頑張ります。8番で、フルスイング、力抜いて振りたいです。130ヤード打ちます。はい、52度で60ヤード打ちます。これだいぶ良くなってきた気がします。数打つとやっぱり分かってきます。はい、ちょうど1500球打ちました、全部で3時間半でいけたので、前よりはなるべく早いペースでいけたんじゃないのかなと思います。今日やってみて感じたのは、豆が潰れてる。数打つとやっぱりボールが当たる感覚になるのと、なんかこの時にだけ頑張って振って、あとは振らないってやったら全然疲れなくてちゃんと当たってたような気がします。やっぱ数打つと、当たる感覚になるんじゃないかなというふうに感じております。じゃあ今回ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。